さあ完成しました。みーちゃん何ができたんだろうね。みーちゃんが近づいていきます。みーちゃんじゃじゃーん、ドギョイエーイ。なんと今回のドギボーです。みーちゃん電子レンジでポップコーン。ポップコーン、どんな匂いするみー？コーンの香り。みーさんいいですね。見て見て、どうなってんのこれ、どうなってるの。あ、なんか出てきそう。かわいい。食べたくても食べられないかな、パッパカ。ヌルスタジオ。みーちゃん、ナラミミさん、何それ。パッパカ。秋の夜長に映画でも行かい。そこは映画じゃなくてミミスタじゃない。ミミスタジオにお供にはポップコーン。あ、なんか出てきそう出てきそう出てきそう、出てくるかな、なんか出るかな。みーちゃん、実はね、今回ね、みーちゃんに特別なお手紙。アニバーサリーって書いてある。あ、何のアニバーサリーだろうね。実はね、ドギボが3周年そしてね、今回ミミスタジオが200回目だって。イエーイ、みーちゃんおめでとう。みーちゃん、みーちゃん、大工とかし、大工何200回。今回ほらアメリカンシアターで、みーちゃ ちゃん映画館に来ちゃったね。素敵。ミミスタジオ上映作品はミニスタジオかな。今回のお手紙、週末のお出かけは大好きな映画館、キラキラの看板にワクワクするポスター、夢がたくさん詰まった特別な空間、ポップコーンを用意して、さあどんな映画を楽しもうだそうですねえ。水曜日土曜日はミニスタジオ、週末のお出かけは映画館。ポップコーン、バケツいっぱいの大きなポップコーンをご用意しました。一粒ずつ弾って楽しんでくださいね。みーちゃん、実はね、衝撃のお知らせがあるよ。なんてなんてなんて、今回ね、ポップコーン。うっそー、あらまー、ワンダードッグポップコーンだってミミ。北海道産のトウモロコシを使用したポップコーン。ポップコーンはトウモロコシの粒を皮ごと使用するので、食物繊維を多く含まれ、腸を整えるのに効果的です。みーちゃんびっくり。びっくりした、本当に入ってた。みーちゃん、ポップコーン、でも私の足の匂い、ポップコーンの匂いってそうだったね、確かに。トモ食いだ。それから、じゃじゃん、干しイワシ。200年以上の歴史を持つ海鮮乾物商、ヤオキ。ヤオキ800斤、ヤオ。本当だ、なんて読むんだろうね。が目利きした、ヤオガネじゃない、ヤオガネが目利きした塩を使わない真水イワシの干しイワシ。いりこだよね、要は、うん、イワシに含まれるカルシウムやマグネシウムは健康で丈夫な歯や骨を形成するのに役立ちます。ももさん、それからね、これね、ゆでん、お、粗挽きスナック馬肉、馬の肩肉やもも肉をスナック風に仕上げた粗挽きスナック馬肉。馬肉は高タンパク低カロリー、サクサクとした食感をお楽しみください。あら、みちゃんいいね。それから、ゆでん、メンテナンスクリーム。デリケートなワンちゃんの肉球を優しく保護するクリームです。ちょうどいいじゃん。抗菌消臭効果のあるリンゴ酸を使用。あらま、私リンゴ大好き。植物由来成分のため舐めてしまっても安全です。だってみよかったね。ねえ、ハンドクリームはレディーのたしなみよね。えみちゃん映画だって。ねえ、こんな私たち別に映画見ようか。いや、それパップコーン、パップコーン、このパップコーン私。ももひきさん、いいですね、嬉しいな。OK。
うん、ラミちゃん、ないぞの勝ち誇った顔は。3周年かねえ、みーちゃん、あんたは今年で2歳。そっか、みーも2歳かね。えそのシールどこに貼ろうね。嬉しいの、みーみー嬉しい、嬉しくて仕方ないわ。いや振ってる振ってる、みーちゃん、カップ缶いっぱいのバケツ、嬉しくて仕方ない。アメリカン帰ってねえ、みーちゃん、これでスーパーマンみたいなって可愛いね。これどんな味するんだろう、みーちゃん。じゃあ、この悪い顔、恒例の試食タイムしよう、試食。みーちゃん試食、試食、素敵だね、ちゃん。はい、食べたよ、うん、みーちゃん。めっちゃポップコーンの匂いする。え、ミミの肉球の匂い、え、なんか、どうなんだろう。みーちゃん、何粒食べたい、ポップコーン。3粒3粒ね。なんか何拾ったの、かわいい。本当は33粒がいいんだけど、それは多分食べ過ぎって言われるから、3粒にしとく。ん、いりこは何匹食べたい。3匹。なんなら私は2匹。33匹馬肉っていうしょ、馬肉も3かけられ、馬肉も3匹。私はミーミー、なんか馬肉なんか大きいから1個にしとこう。あんたなんかさ、ちゃんとパンと食べるもん。何でも食べる。ねえ、いい匂いするね。さ、お父さん予報はポップコーン。ポップコーン。お母さんね、馬肉で。タメラマーノ、オタラマーノ、タメラマーノ、オタラマーノ、タメラマーノ、オタラマーノ、タメラマーノ、オタラマーノ。何回するの？めっちゃ力強いね。早く食べて。スペラテ、スペラテ、スペラテ、エスペラテ、エスペラテ。エスペラテ、エスペラテ。よし、やっぱポップコーン。じゃあ本物のポップコーンだよ、それが。ちゃんと噛んで食べてる、すごい、よく噛んで食べてる。いりこ早っ。どうだった、どれが一番美味しかった。やっぱり今月はポップコーン。あ、心なしか私の足の匂いがした。足の裏よく舐めてるもんね。うん、よかったね、ミミ。うん、美味しかった。ポップコーンってこう歯の間に入ったりするよね。すごいこの顔が口の裏にくっついたりさ。そうそうそう、いつもそれです。コーラで流し込みたいわ。それがアメリカンさ。なんか結構大変みたいなんですけど、うん、ミー大丈夫？え？うまかった。もうない。よかったね。視聴者の皆さん、ポップコーンの匂いのするミミです。ミミスタジオ、今日が200回目らしいわ。これからも応援よろしくお願いします。また見てね。いつかライブ配信したいわね。待って待って待って、待って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 、はい、ほい、待て待て待て、よし、先立て、サムネ用の写真を頑張って撮ろうか。先立て、あ、
まけ、おまけ用に。センタテ、センタテ、センタテ。めちゃセンタテ、センタテ、センタテ。そうそうそう。ステラテ。ステラテ。これが制作の裏側よ。サムネの写真屋にお母さん頑張って。待って、兄ちゃん。センタテ、赤い顔。じゃあカメラ見て、カメラ。カメラって何かしら、このポップコーンって書いてあるやつかしら。あ、食べて。おいしい。